はい、こんにちは。では日本の FBA に入れる、ラベルハイですね、一緒です。一緒なんですけど、ちょっとこれは注意が必要な点があるんで、まずこれがラベルを、バーコードが2つついてるんでですね、そのまま貼っても両方は隠れる大きさじゃないんで、両方隠すために1枚白いのを貼ります。その上にロックマン、こういうふうに全部隠れるようにですね、元のバーコードがこういうふうに貼ります。サイバーフォーミュラーは1個で隠れるから大丈夫ですね。そのまま貼ります。これね、さっきのアメリカに使ったのより剥がれるっていう、剥がしやすいっていうラベルですね。この貼って剥がせるタイプってラベルを使ってます。でこういうふうに貼る、まあ少ないと本当楽ですよね。であとこの納品伝票を商品の一番上に、箱開けてすぐ目につくところに入れて、で箱の外側に伝票の横にですね、これをこう切り取ってですね、貼っつけて送ります。日本に送るときはこれで直接 FBA の住所に送りますので、それで完了です。 FBA の住所はですね、ここにこう書いてあります。電話番号は書いてないん で、この後の細かい住所はですね、FBA の設定の、画面の方で確認できますので、それを見て書きます。またご質問あったらお待ちしてます。テンバーアカデミー堀秀夫でした。